割り通り図面描きましたが、あの紙だと伸び縮みがありますので、今木に盛り付けてます。これだと正確に寸法が出ます。等寸大の図面の寸法を盛り付け棒と呼ばれる木に描き込んでいきます。この一本の木で神輿全体の寸法が分かります。先ほど図面から取った盛り付け棒で神輿の一番下の今台輪を作っております。台輪は神輿の基礎になる部分であり、しかも2本の太い担ぎ棒が入るので頑丈でなければなりません。材料は普通欅を使います。神輿は主に程と溝とを組んで作られるため、寸分の違いも許されません。その職人の技が、担ぎ手の激しい動きにもびくともしない神輿を作ります。そうして作られる神輿は、手入れをしながら使えば500年は持つと種屋さんは言います。これがおみこしの台輪で、これがあの床下の根太です。一番力がかかりますんで、硬くて粘っこい木を使ってあります。台輪に床板を敷き、内胴を組みます。内胴は、外に組まれる回廊や胴などに力がかからないように頑丈に作られていなければなりません。でこれが硬くもなく緩くもなく、胴も同じ軌道に硬くもなく緩くもなく、これが最大の技術の見せ所です。桁と木桶にはこうたるき彫りがしてあります。これをたるきをつけてしまいますと刷毛が入らないのと、細かい点にあの漆がたまりましてきれいに上がりませんので、塗ってからたるきを一本一本こう打っていきます。こういう感じになります。屋根に新棒をつけ、くさびを打ちます。
屋根の厚板を張るためにのだれ木に対して平行にいってるかねじれてないかを調味で確かめます。高いところのみで削ります。屋根の板は反らせやすいようにノコギリで薄く切れ目を入れておきます。屋根の4つの面に板を張り終えるとカンナで仕上げます。これで仕上げます。これは荒取りです。屋根の反った部分ではカンナの台自体も反らせた特別なカンナを使います。でこちらが反り台の俗に際なんだと言いまして、角いっぱいまで刃が出ております。でこれで角が残らないように仕上げてください。でこちらが荒取りで、見ていただく通り刃がいっぱい出てます。こちら仕上げで刃を少し出して少しずつきれいに仕上げるようにします。これらのカンナは市販のものを改造して自分で作ります。種屋さんの仕事は精密にして華麗、まさに江戸職人の洗練された技です。本体各部の寸法が出ると飾り師泉さんは本格的に作業を開始します。みこしにはさまざまな金具がつきます。でこれらの金具を作る職人を飾り師と言います。まず紙に型取りをします。
銅板に型紙を合わせて墨をつけます。この上にタガネを当てて金槌で模様を打ち出していきます。タガネにはさまざまな種類の模様があります。タガネは飾り職人の命。泉さんは800本のタガネを持っています。余分な部分をハタガネで落とした後、ヤスリで磨きます。つなぎ合わせる部分を胴付けして組み立てます。経験を積み磨き上げられた職人の技、その年輪が作品を華麗なものへ仕立て上げます。漆塗りの作業が始まりました。最初に屋根の板と板のつなぎ目に木屎を詰めるため、あらかじめのみで深く掘ります。黒素は糊に生漆を混ぜたものに、黒素綿といわれる繊維の塵を集めたものと、木をノコで引いた引きくずを混ぜて作られます。黒素彫りした部分に黒素をヘラで書き込んでいきます。でこれを黒素貝と言います。さらにその上に麻布を挿入します。でこれにより板と板のつなぎ目の隙が埋められて、丈夫な一枚板となるのです。数日後、黒素貝をした部分を石で研ぎます。
糊の中に生漆を混ぜたもので麻布を貼り付けます。布着せは痩せが現れるのを防ぐ役目をします。で、痩せとは表面に凹凸が現れることで、木の年輪の柔らかい部分が乾燥によってへこんでくると木の痩せが現れます。麻布の上に生漆にトノコと呼ばれる粒子の細かい土を混ぜたものをすり込む感じで塗っていきます。で、これは麻布の痩せ、つまり乾燥した際の表面の凹凸を防ぐために行われます。陶器を作る焼き釜の一部を砕いた地の粉といわれるものと生漆を混ぜ合わせます。これは今地の粉をつけてるところなんですね。これは布が痩せこないように、木痩せと布痩せを止めるために地の粉をつけてます。で、これを、要するに、2回乾いちゃつけ乾いちゃつけで2回やってですね、で、その他にまた今度はもっと細かいトノコっていうものがありまして、トノコを漆混ぜてやっぱり同じようにして乾いちゃつけ3回つけて計5回です、下地が。そうすると万全に布のやすが止まり、木のやすも止まります。下地が完成すると黒漆を塗っていきます。で、この作業は下塗り、中塗り、上塗りと繰り返されます。見かけは簡単そうに見える作業ですが、漆の扱いは容易ではありません。ちょっとした塗りのムラが大きく仕上がりに関わってくるのです。一度塗るごとに漆風呂で少なくとも1週間以上よく乾燥させます。乾燥したら炭で表面を平らに研ぎます。下地作りから完成まで塗っては乾燥させることを繰り返し、およそ5ヶ月かかります。上塗りが終わると油をつけ、鹿の角から作られる角粉で磨いて仕上げます。
漆塗りの作業が進む間にも、堀師横谷さんの仕事場では銅に施される龍の彫り物の荒彫りが始まっています。材料は木の質が良く細工のしやすい方の木が使われます。まず木地に貼り付けた下絵に沿って原能と呼ばれる大きめの金槌と荒彫り用の叩きのみで大まかに彫り落としていきます。一枚の厚さの決まった板の中にいかに高低差をつけて立体的にそして躍動的に動物や自然を描き出すかが腕の見せ所だと横谷さんは言います。荒彫りが終わると仕上げ用ののみで細かいところまで丁寧に彫り上げていきます。一掘り一掘り、のみの種類を使い分けながら掘り進めます。曲がりのみは背景との重なりがある部分で書き出すようにして使います。三角のみで龍のひげを彫ります。およそ100本の仕上げ用ののみを使って仕上げていきます。
欄間の十二支。美しい曲線が生み出す躍動感。寡黙に、そしてひたすらに作品に向かい合う横谷さんの一彫り一彫りが木に命を宿します。神輿の木の部分に薄い紙のような金箔を貼ることを金箔押しと言います。黄金色に輝いて豪華に見え、また変色や腐敗から神輿を守ることから金箔が使われます。金箔の接着剤として白下漆と呼ばれる生漆をハケで塗ります。そして拭き上げといって塗った漆を綿や布で拭き取ります。でここが白紙の鑑と技が最も必要とされる部分で、金箔の色と仕上がりが決まる作業です。こういう隅に漆が溜まってますからね、これを棒拭きするわけです。一枚一枚金箔を貼っていきます。貼り終えると、綿で空気の入ったシワの部分を伸ばし、ぴったりと密着させます。これ、箔がね、切れないように押せるしかないですよね。彫刻に華やかな彩りを加えるのが彩色師中原さんの仕事です。あらかじめ彫刻には金箔が押されており、その上からやや薄めの顔料を塗っていきます。でこうすることによって下地の金の色がかすかに透けて色に厚みが生まれます。これは単彩と呼ばれる彩色の仕方です。
平面でない上に書いていく。これは非常に難しい作業です。鳳凰の足元で交差させ、屋根の四隅と担ぎ棒を絡ませる2本の太い綱をお手綱と言います。長さおよそ8メートル、太さ3センチのお手綱が組まれていきます。お手綱の両端は飾りの房をつけるために整えられます。
この太い飾り紐にさらに紐を編み、装飾を兼ねて丈夫にすることを編み掛けと言います。それぞれの職人のところから材料が持ち込まれ、種屋さんの仕事場では組み立ての準備に入りました。1100個を超える飾り金具を生地に取り付けていきます。みこしの本体を仕立てるとともに、多くの職人の作品を一つにまとめて仕立てるのも種屋さんの仕事です。そのため、みこしに施されるすべての装飾に関する深い知識が必要です。種屋さんの指揮のもと組み立てが進みます。それぞれの職人の技によって生み出された作品は、その華麗さを競い合い、やがて一つとなり、神々しさまでも兼ね備えた美しさの極みにまで高まります。ちょっとそっち持ち上げにしまえば、はい、そうっす、よかった、はい、これは
私は力のある人だね、はい、担ぎ棒が入り、お手綱がかけられると、いよいよ江戸みこしの完成です。なってきてね。いいですか、もんなしません。叩いた方がいい。叩いた方がいい、そうだよね。よかったら戻せよ。はい。どっちか。これで締めます、ね。あの時締めてください。お神酒が備えられ、祝詞が上げられます。この町の沈めの守りの神として、石へより月祭るを神の御霊を移し祭り、月祭りて。みこしは町を練り歩き、みこしを中心に祭りは盛り上がります。持てる技を出し尽くしての仕事だからこそ、みこしは人々を引きつけ祭りへと駆り立てるのでしょう。これからも神輿は数百年を超えて祭りとともに生き、人々の心を魅了し続けることでしょう。